今日の先発は期待の種市。初回ピンチを迎えてバッターボックスや中田翔追い込んだ後センター方向へのタイムリーとセカンドランナーが帰ってきて初回日本ファイターズが先制してゲームはスタートします。ワンボールン倒れた後渡辺亮これもセンター方向やや詰まりながらもセンターへのタイムリーヒットになりました。近藤が帰ってきて2点目、2対0とした日本ファイターズです。さらに石井落ちるボールをうまくすくい上げてのタイムリーツーベースヒットになりました。フェンスダイレクト。1回の表鮮やかでした日本ファイターズ。投手集中して3点を奪い取ったという初回の攻撃です。一方日本ファイターズは350日ぶりの対外試合になった登板上沢です。ワンアウトランナー3塁で3番鳥谷でしたがファーストゴロに倒れます。さらに4番 DH のレアード右中間方向を捉えた当たりライトの太田超ファインプレーでした。最後は倒れ込みながら球際よく掴み取りました。初回の攻防は3対0日本ファイターズリード。そしてこの2回もチャンスを迎えましたがサードの鳥谷がうまくさばきました。中田翔を打ち取ります。2回のピンチは切り抜けたという種市のピッチングでした。2回の裏千葉ロッテマリーンズです。ランナー2人を置いて9番の藤岡インコース高めを引っ張ってライト線2点タイムリーツーベースヒット。ランナー2人帰ってきて3対2 1点差とします。結果を残した藤岡でした。そしてゲームは4回です。マウンド上には2番手のフローレス。ランナー2塁において清水雄志送りバントですがリーダーチョイスになります。ランナーが2人残りました。西川の詰まった当たりの間にランナーが1人帰ってきます。これで4対2。さらに田村に悪送球が生まれます。ランナーが三塁に進塁またもチャンスをつかむという日本ハムファイターズ。やや守備に乱れがあったこのイニングの千葉ロッテマリーンズ。さらに鳥谷待ってさばいて一塁を送球ややそれました。判定はセーフでした。結果タイムリー内野安打となって2点を追加したこの4回の表のファイターズでした。そしてゲームは6回です。南がマウンドに上がっています。今日の3番手の南はしっかりと抑え切りました。三者凡退に打ち取ったという結果を残した南のピッチングでした。そしてゲームは7回です。マウンド上には鈴木、井上誠也センター方向今日は3打数3安打猛打賞でした。ダイソーは三毛が送られます。ランナー一人を置いて藤岡のバッティング右中間伸びていってツーランホームランが生まれて5対4。今日は藤岡2安打4打点という活躍です。そして東は今日は素晴らしいピッチング。1回3分の2をピシャリ。ランナー一人も許すことはありませんでした。躍動感あふれるピッチングでした。8回2アウトで交代ということになります。井口監督も満足という内容でした。そして後を継いでマウンドに上がったのは小野です。ピンチを迎えましたが松本剛を打ち取って無失点ピッチング。そしてゲームは最終回です。5対4、千葉ロッテマリーンズは1点を追っていく展開で2アウトランナーなし。マウンド上にはルーキーの鈴木うまく持っていきました。ベテランの味ホームランラグーンに飛び込む同点ソロホームラン清田5対5、同点。最後の最後に千葉ロッテマリーンズが追いつくという展開になりました。ルーキーの佐藤は内野フライに倒れます。両チーム痛み分け5対5同点という内容になった今日の一戦でした。清田の勝負強さが光ったという今日のゲームです。
ファイターズは5得点10安打。一方、千葉ロッテマリーンズも5得点9安打という内容でした。